はい、伊藤しおりさんの件、日審で、まあ、判決が出て伊藤さんが勝利ってことなんですけど、まあね、このチャンネルで取り上げたい話題ではあるんですけど、なんつうのかな、どっちか分からへんやん、はっきり言って。どっちが言ってることが本当かどうかということが分からないんで、こうやっていう言い切って何か物事を語るのはなかなか難しいと思うんで、うちでは取り上げてないんですよね。例えば夏子飯みたいに、夏子飯は乗車拒否されてないよねって、電車乗ったよねって、 100% 間違いないよね、それは事実だよねっていう言い切れたら取り上げてもいいかなと思うんやけど、ちょっとどっちかわからないんで、もう憶測でしか物言いようがないんで、もう取り上げません。フェミニストどもがね、まあ伊藤さんの型を持ってるんやけど、まあどっちかわからへんからね、草津町の問題とはまだ違うんで、ちょっとうちではこの一本限りこのネタは取り上げないということにしたいと思います。まあまた何かあれば取り上げるかもしれないですけど、触れません。以上です。